はい、皆さんこんにちは。リナです。タカです。エッキブログです。私たちはドイツに行きまーす。イエーイ。決まりましたね。はい。まだ決まってないけどね。まだ飛行機とか全然取ってないけど、今年の冬は、まあクリスマスから正月にかけては、レイナの実家のドイツに行きたいと思います。イエス。2年ぶりとかじゃない？ 3 年ぶり？あ、2年半。ね。ぶり。になります。私はもうドイツに行くなら、うん、しっかりとドイツに行きたいから、うん、1ヶ月ぐらい2月の中旬から1月の中旬まで4、5週間ぐらいドイツに行きたいと思います。私は、まあ、仕事自由だから、まあ、俺はそれに合わせて行ければ行くけど、ドイツに行きたいことを決めて、うん、これからはちょっとドイツで何をしたいかをいろいろ決めなきゃいけないなと思ってこの動画を、はいはいはい、プランニングね、うん、これプランニング動画です。ちなみに、うん、これ何なんか誰かに探られたの？違う、動画見てくれてる人は分かると思いますけどね、親知らずを4本一気に抜いたので、その手術で顔がパンパンになってます。で、ちょっとね、外で動画撮るのはきついので家の中で。で、ドイツで何をする？まずドイツに行ったらプレッツェル食べるかな。おー、いいな、私もプレッツェル食べたい。プレッツェル食ってソーセージ食べてビールだねパカは食べ物しか考えてないってことだね。で、それはミュンヘンでもできるけど、うん、ミュンヘン以外のところにもいろいろ。あー、旅行行きたいね。で、私は行きたいのが、うん、ヌルンベルク。行ったことないドイツの一番有名なクリスマスマーケットに行こうかなと。そこが一番有名なんだ。クリスマスマーケットで行ったら、前ドイツに行った時にオーストリアの方になんかあったじゃん、でっかいクリスマスマーケット。ザルツブルク。ああ、そう、ザルツブルク。めちゃくちゃでかいよ、本当に。日本でちょっとやってるクリスマスマーケットのもう10倍とか、はい、もうこっちのエリアとちょっと道挟んでこっちのエリアにまだいっぱいあって、だからちっちゃい遊園地とかもあるじゃん、うん、もう何あれ、すごいよね。1個のテーマパークみたいになってる。そう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 。でももう行ったから、うん、もうなんかどこかに行きたいならヴィエンナとかでもいいんじゃない？あー、俺行ったことあるけどね、ヴィエンナ。あ、そうなの大学4年生の時にヨーロッパ一周してたから、その時にウィーンに行ってオーケストラみたいなの聞いた、一人で。嘘。うん。たか、そういう興味ね。オペラとか聞いてこう、エスプレッソこう飲んであボンジューって言ってもう全然違うそういう文化人、俺。あれ、文化人。どれぐらいあの国を混ぜたか言ってあげようか。ヴィエンナはオーストリアでしょ。そう。で、エスプレッソはイタリアでしょ。ボンジューはフランスでしょ。俺グローバルだから。俺全部一気に楽しめちゃうんだね。そうやってね。そういう文化人であり、グローバルであり。はい、ね、はい。あとは行きたいところ。ノイシュワンシュタイン城。おお、そう。もう私たちはもう2回ドイツに行った時に2回失敗したから、うん、ノイシュワンシュタイン城って人気すぎて予約しなきゃいけないんだよね。1回も行けてないので。確かに今年の冬行きたいね。うん、冬もなんかめちゃ綺麗。絶対綺麗でしょ、雪景色で。山の上の方にあるから。そうそう、ベリーグッドじゃん、ノイシュワンシュタイン城。皆さんもちょっと期待しててください。もう一回ハイデルベルグとか、うん、ケルンとかハンブルグとか。ああ、行ったね。動画にしてたよね。世界一周中だったから。見てください、ここで。ハンブルグのレッドライトのハンブルグだったっけ。 あそこもう一回行ってみたいかも。あの雰囲気が独特だったじゃん。何？何のために行きたいの？いや、動画で皆さんにそのレポートするために。それはもうレポートしてあるよ、大丈夫。二度と行く必要ない。わかりました。はい、じゃあなしで。レナは行きたいとこないの、逆に。家でゴロゴロ俺と一緒だね、それが一番いいよ。いや、両親と一緒にクリスマスクッキーを食べて、うん、ホットチョコレートを飲んで、それはしたい。でもなんかそういうのも動画にしてもいいかもしれない。ああ、本当のリアルのドイツ人のクリスマスの過ごし方みたいな。それ皆さん興味あるかもね。リアルのリアルってどんな感じで過ごしてるの？で、マジでやばいよ、ずっと食べてるよ。クリスマスクッキー食べて、で、ちょっと2時か3時になったらコーヒー入れて、またクリスマスクッキー持ってきてこう食べて、で、夜はまた豪華なディナーがあって、で、またちょっとだったらまたクリスマスクッキー出して食べてるでしょ。
やばいよ、ずっと食べ続けるっていう。そうそうそう。でもタカが日本が恋しくなるでしょ、1ヶ月間とか日本離れたら、うん、そのタイミングでデュッセルドルフに行った方がいいでしょ。あー、ドイツの日本人街、デュッセルドルフ、リトル東京とかあるんじゃなかったっけ。そうそうそう、もう日本のスーパーマーケットが並んであるし、うん、なんかラーメン屋さんとか。日本人やっぱいっぱい歩いてるの街に。いや、いるよ、普通に日本語聞こえる。あ、そうなんだ。あ、じゃあ全然あるじゃん、そっちに移住するのもありだな。あ、そうなの。うん、じゃあデュッセルドルフに行きましょう。仕事があれば。仕事は何をする、わかんない、コンサル。デュッセルドルフの企業を経営している方で、今視聴者で見てる方いればぜひスカウトしてください。あ、ちなみに私はもう飛行機調べてたよ。あ、そうなの。あ、名古屋からさすがに飛べません。東京から。あ、そうなんだ。フランクフルト。え、いくらなの、東京からフランクフルトの往復で。13万円。高っ。そう、おし、なし。やめ、おしなし、やめやめ。13万、2人で26万でしょ。そう、いろんなことできるよ日本で。いや知ってるけど、もう2年半ぐらい行ってないから。高っ。と2週間ぐらいは最低でも行きたいな。なん、うん。あと皆さん視聴者のために動画も行って。まあそうだね、向こう行ったらね、いろんな動画撮りたいよね。もういろいろプランニングしていっぱい撮って。久々の海外だしね、皆さん多分ドイツに興味あると思うし、まあ、ミュンヘンも近いからミュンヘンも取れるし、さっき言ったみたいにデュッセルドルフとかフランスとかもし来るんだったらオーストリアとかいろいろ行けるし。そう、ワクワクしてきたな。よかった、ビール飲めることが一番ワクワクしてきた。私はプレッツェルを食べたいから、近いうちにどこかのドイツのパン屋に行きたい。名古屋周辺にあるからね、ドイツのパン屋、うん、まだ行ってない。山の方にな、大体の予定ができたでしょ。そうだね、まあ2、3週間、レナは1ヶ月近く行って、俺が合流したら、いろんなところに行って、動画撮って、まあリラックスして、クリスマスは家でゆっくりリラックスして、お兄ちゃんにも会えるしね。そうそう。レナのお兄ちゃんね、めっちゃ、高いよ、ムキムキだよ。タカがあと半年あるから、そう、俺はあと、超えるかもしれないよ。今ずっと筋トレしてるけど、そうだね、あと半年あったらお兄ちゃん超えれるかもね。腕相撲勝てるかな。腕相撲大会してみましょうか、うん、日本人 VS ドイツ人、どっちが腕相撲強いのか。やりましょう。日本人のプライドにかけて。そうだね、いや負けるでしょ、筋トレずっとしよう。ぜひこれ動画にしますので、皆さん興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、この動画はここで終わりにします。ドイツ楽しそうだなと思った人はいいねボタン押してください。まあ、あとこのね、顔もね、どんどんちっちゃくなっていくと思うのでね、まあ経過をちゃんと見守ってください。もうマジで痛くなってきた、ちょっと薬飲まなきゃいけない。はい、うん、ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。